こそものの上手なれどこでもつながるオンライン声優教室子供アニメ声優教室好きこそものの上手なれこの時間は子供アニメ声優教室の DJ 上村しえながお届けします本日のゲストは泉こ太 ですよろしくお願いしますよろししくお願いします、えー、では本日のトークテーマに関わることなのですが我らが奈々さんが主演を務めている山形萌の中国王朝の暗記「アルプス一万尺」が12月22日配信リリースが決定いたしました iTunes デコチョク、Google、Amazon、LINEMUSIC ほか多数の国内外の音楽配信サイトにてダウンロードおよびストリーミング再生,再生できます というわけで、本日ののトーーークテーマは、「キャラソンンレコーディングですーまあ今回先ほど説明した通り山形萌えのキャラクターボイスを担当しているマナさんがこうしてキャラソンのレコーディングを終えることができましたまあダンスボーカル歴5年のコうタくんと全く一切何も皆無な私がマナ経験してきたマナさんと いろいろお話を聞かせていただければなと思っております。うん、というわけで、まな、あ、さん、今回はあの配信おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、実際行ったとき。やっぱ緊張しましたかえっと、そうですね、あんまり緊張すると声出なかったりするので。 あんまり考えないようにしてました。なるほど。やっぱ緊張しちゃうと、喉閉まっちゃったりするってよく言いますもんね。うん、その辺どうなんですか、こうたくん。そうですね。あんまり緊張すると、いろいろで飛んじゃうことが多いので、<ー>リラックスするのが一番だと思いますね。うん、はい。そうですね。それは私たちが日頃やってることも同じですね。はい。 えー、そうですね。ま野さん、今回、まあ、なんか私たちもできたものを聞かせていただいたんですけど、やってる中で一番なんか難しいなって思ったの、でしたかそうですね。低い、えっと、音程が低いその歌詞,歌詞、メロディーの部分があって、ちょっと声は、ちょっと。 音量が小さくなっちゃったところがありまして<ー>それはちょっと反省点かなと思います。高さで出る声って変わっちゃう時ありますよね。そうなんですわかります。私も日頃低い声で、うん、なんか結構声出ないなーって時よくあるので難しいんですよね。うん、逆にこうたくん 5年もやってるたくんなんかアドバイスないんですか <laughs> アドバイス、アドバイス <laughs> まあもちろんその歌的な視点でも、もちろんあなたがこの中で一番この声優教室も長いんですから、そっち方面でも何かそういういろんな視点を通して、私たち後輩に何かアドバイスはありませんかアドバイスアドバイスお。音域とかっていうことその、その高,あれ高い低いで声量が変わっちゃう問題ああ それね、いや俺もあるんだよ。誰しもありますよね。低い声は別にまあ、そんなないんだけど、逆に高い声がね、出ないよねっていう。うん、そうね、だから、まあ、やっぱ男子と女子で違うかもしんないし、まあ、人ってね、違うかもしんないので、あ<ー>まあ、そこはまあその人のね、頑張り次第というか、なんて言うんでしょう、ね まあ<す>特殊不特殊ですよね。そうそう、それですね。うん、はい。えー、なんかないんですかそれで終わりですか同意 <laughs> して終わりですか <laughs> <ー> <laughs> 求めたのはアドバイスでしたなんかね。うーんとね。そっか、じゃあ、でもバだね。その、例えばそこの音気が出ないんだったら、やっぱ、その音気が安定するっていうか、そのやっぱちっちゃくなっちゃうって言ってたんで、普通の声みたいな感じで安定するぐらい、 出してれば、まあ、多分自動的になると思います。とりあえず出,、はい、出してみると。そうですね。とりあえず出し,てあ<ー>出したら出せるでいいんですけど。ああ。ちょっとずつちょっとずつ上げていくみたいな感じですか、まあ、そ,うそんな感じです、ね。うん、ああ、なるほどあ。すごいちゃんとしたアドバイスきまあ、ね <laughs> うん、今すごい先輩に見えました。<laughs> <laughs> いつも見えてないってこと。<laughs> <laughs> それはあの言わないお約束で、まあ、そうすうん。 逆にまなさん、今回そのレコーディングしてて、これ楽しいなみたいなことありましたも,ちろんもしくあのもしかったエピソードとかそういうのでもいいので。そうですね。あの私は歌うこと自体が好きな方かな、うん、なので、レコーディングは楽しかったです。うんはい もさん歌確かになんか可愛く歌ってらっしゃいましたもんねあーあーそうですか <laughs> えなんか声聞いててあ可かわいいなってなりましたよ <laughs> よかった <laughs> まあ歌楽しいですよねうん私も歌好きではあるけどやれてなくてやれてないカラオケは行かない行きますねたまにですけど、うん、あんまでもやっぱ マナ、ま、さんやこうたくんのようにそのちゃんとやってるわけじゃないのでなんか自分でも歌ってて<ー>なんかうまくねえなーみたいな感じがよくあるんですよ。<ー>なんかうまくなりたいんだけどなみたいなわかんねえなみたいな。自分の思う通りに変えない時ってすごい嫌じゃないですか嫌ですね。 地味に出ない時とかが一番悔しいですね。うん、そうですよね。高い。半音低くぐ、半音ぐらいは低くしたいのに。<laughs> <ー>なんか、うん、もうこれ以上下がらねえみたいな時とか。悔しいんですよね。うん、そのレコーディングの時ずっと思ってました。ああ。やっぱね、なんか。思ったよりもできなかったっていうのはあって。ああ<ー>。なんだ。 難しいんですよね、そういうの。うん、なんか、こういうその請求室のやってる中でも、なんかこういう声を出そうって思っても出ないんですよね、うん、出ないときは。出ないです。<laughs> よね、うん、それやっぱ、こうたくんも一緒ですかそれなんか長年やってらっしゃいますけど。まあ、それは音がね、その曲でハマったらまあそれは楽しいし、<ー>音程が音程がハマったら楽しいし、その、 でないところがあったら、まあ、悲しいっていうか、悔しいっていう悔したいなっていう悔しい、うん、すごい悔しい。い悔しっていう感じがね、ありますね。うん、ああ<ー>。難しいですよね。じゃあ、そうですね。アナ、はい、さん、まあなんか、今回こんな形で山形も歌いましたけど、今後はやっぱ、 歌いたいいたたんですかねさっっっきも楽ししてて言ってましたけどそうですねちょっとまあ不安はちょっとあるんですけど、はい、今後もやっていきたいなっていう気持ちは結構あります。おお個人的にはマナさんの歌とても今回のであ好きってなったので <laughs> 楽しみにしてたいです。 そうですんねカラオケとかで好きなように歌うとかじゃなくて、うん、声が決ま,ったもん声決まった声で歌い続けなきゃいけなかったじゃないですかキャラソンのでは。そうですねちょっと早いメロディーの時は地声にちょっと戻りかけたり。 あやっぱそういう早い部分だと、時勢とか、コントロールが難しくなっちゃうんですかね難しいですね。ああ<ー>。<お>その辺、アドバイスないんですか速いとき。<laughs> 早いとき速いとき。速いときか,か、地声になっちゃうからどうしようという話か。うん、まあなんか地声に限らず、うまくコントロール、しきれなくなっちゃうとか。うんあうんまあ、そうだね やっぱ、あれかな、その、呼吸っていうか、息継ぎ、やっぱその、なんていうの早いっていうことは、まあ、連続で言葉が続いちゃってるとかさ、なっちゃうから、まあ、ある程度、空気と呼吸をしっかりして、まあ、余裕を持ってやれば、まあ、そのままね、そんな変な声とか出なくても、出ないし、その、決まった言葉を普通に、ばっていう。 せる話せる,話せる歌えると思うので <laughs> おお<ー>急に余裕っていうかまあそうですね余裕を持って肺活量とかまあそうですね肺活量<ー>、はい、肺活量が大事、はい、肺活量うん肺活量モノさん今回なんか歌やるにあたってい,いろいろ前日頃から練習してたことがあるって確かおっしゃってましたよねあはいどんなことでしたっけえっと とえっ、ー、と押してやる感じやるポーズでポーズで押す、はい、っていうのをえっ、ー、とこお息が続くまで出すみたいなあーロングトーンみたいな ね、そうですね。ああ、それやっぱ効果ありました。あったと思います。おお。それやると、なんかどの辺が鍛えられるとか、どうなれるとか。わかりますか。どうなんだろう。えー、っと、でも。声は出しやすくなったかなって思います。大事なトレーニングですね。うん。 あと事前のラジオ体操,ラジオ体操準備体操,体操私はラジオ体操をやってたんですけど、はい、歌う前に準備体操をしておくと声が出やすくなったり息が続き,<ー>続きやすくなったりしましたへえ体を動かしとくんですかそうですね。ううはあじゃあやっぱ全身使って歌うってことですか そうですね、あの、ボイストレーニングの先生はスポーツだ、はい、歌はスポーツだって言ってたので、おー、かっこいい。うん、<Okay. S 1> かっこいいです。はい、そんな、体全身使ってたんですね。そうなんです。<laughs> なんか、やっぱカラオケとかだと、使ってもまだお腹とかで終わりになるんですよね、スタ座ったりしてるのことも多いですし。うん、確かに、うん やっぱこれがそのなんかちゃんとそのレコーディングとかでやる人となんかまあ好きで歌う人とかの差みたいなものなんですかねたぶんそうんか。運動か。準備体操はなんか初めて聞きましたね。かってなんか これあれですかね、カラオケとかで入ってから、最初にラジオ体操を入れて、踊ってから歌うようにすれば。高くなりますかね。<laughs> そう,いうもんかそういうもんか。目指せ九十点台。<laughs> え、これ有効な、お得な情報じゃないですか。そうですね。ちょっともう、これはあれですね、カラオケ入ったら、一曲目はラジオ体操ですね。入ってるのかな。入って、入ってんのかね。えー、うん、なんか、は で、そうですけどね。入ってそうですよね。第3まで入ってそうえ, <laughs> <laughs> え、これ、もしなんか聞いてる皆さんとかも、あのまあ今コロナ禍で難しいし、なかなか行けないとは思いますけど、もしカラオケとか行く機会がありましたら、うん、1>, 1曲目はぜひラジオ体操で体を動かして温めてみるのもいいかもしれませんね。モナ、うんうん <laughs> ま、さんあれレコーディングは なんかちゃんとしたスタジオに行ったんですよね。あはい。なんか行く前日とか行ってる道中とかなんかその気持ちの問題というか緊張とかどうでした？そうですね。うーんとやっぱり考えないようにしてました。考えないように。<laughs> これも一緒ですか？でも少し緊張感あった方が良かったのか。 うどうなんでしょうね<も>なんか適度な緊張が一番とか言うけど、うん、いやどうしろとって話なんですよね <laughs> 緊張しようとすると出ないじゃないですかああ<ー>、<声>そうなんですよねど,どれぐらいがいいのかも自分でもわからないし、うん、普通そんななんかもうロか百かぐらいしかできないじゃないですか緊張すでそうなんですよ なんかもう一切考えない。俺はとりあえずやるんだ。わーいっていう風になっちゃうか <laughs>。なんかガッチガチに考えすぎてガクブルしちゃうかって偏りますよね。うん適度な緊張感って。コーダ君どうですモテたことあります緊張感緊張感。緊張感まあでも俺がままそのまあ収録とか発表はいしてた時はまあ大体移動中に、はい。 その曲聴いたりとか、ああ<ー>。なんていうんだろうね、やっぱまあ緊張はしてましたよ。だって人様にね、人様に人様にお見せするんだから。まあそうですよね。しししましたし、うん、エンターテイナーにとって大事なことですもんね、人に見せるものを作るときの心構えというか、<laughs> うん、どれだけやれるか楽しんでもらえるか。うん、難しいんですよね。 でもなんか、それ聞いてる感じだと、こうたくんは道中で集中して入ってく感じなんですかね、<laughs> はい、ゾーンに。あーでもね、行ってる時はまだいい方だよ。いい方ですかいざ、<laughs> はい、あじゃあ今日ここでやりますよって見るじゃんね、一回ね。まああー、下見とかですね。そう見、見て、うわ、ここでやんのかって思って、まあ、あとはもう。 普通に過ごします。おお、普通に過ごせるんですね。うん、なんかもうね。あ、も、ま、う、あ、じゃあ、でも、ここでね、まあ、ちょっとだけやって、終わりだっていう。ちょっとだけやって終わりだ。ちょっとだけ終わりだっていう、<laughs> そういうなんか軽い気持ちとまではいかないけど、リラックスっていうのかななんか、あ、ここでみんなに見せなきゃっていうよりは、軽い気持ちとまではいかないけど、ちょっとリラックスした気持ちでいかないと、 なんか、いざってとこに、時に、やっぱ、いろいろ忘れちゃったりするから、そこまでいったらもう、前まで練習したことの慣れ,慣れみたいな感じで、やっていくしかないと思いますね。はい、おーですよね。ちゃんとしたお言葉。やっぱ、うん、適度な緊張、<laughs> さっきあればかりしといてなんですけど、<laughs> うん、これが一番ですね。そうだよね難しいからね、その適度な緊張が一番ね。うん 本当ですわれわれこんな請求室で日頃からいろいろ収録とかしてますけどこれもね適度な緊張を持ってねやれるようにしていきたいですねうんなんか返事がすごい雑じゃなかった <laughs> いや全然雑じゃないれは精神誠意込めて精神誠意ですか <laughs> はい、まあ、まあ今後も歌楽しみにしてますので はいなんかお二方、まあいつか私も参戦できたらなって思ってますので、今日聞いたアドバイスもとに頑張っていきたいなって思います。とりあえずラジオ体操から。とりあえずラジオ体操。第1か、第2第1ですかね。第2でもね、知らないんだよな。ラジオ体操。学校でやるようなのしか知らないですよね。 まあ今回これで話してきましたマナさんの楽曲ですがこの楽曲について、うん、マナさん本人からまた作品紹介お願いしますはい歴史の中国王朝の覚え方をアルプス一万弱に乗せて山形前が歌いました受験生の皆さん陰ながら応援していますというわけでまあ、実はこれ歌の中にセリフが入ってるんですけど 今回ここでここ、あの、そのセリフのやつ、やっていただけませんか。じゃあ。一緒に頑張ろう。ありがとうございます。じゃあ。あさらりと一言じゃない、コータくん。と、はい、あれ、同じ受験生仲間の方々に、何か。伝えたいことありますか。はいはい、まあ、そうですね。やっぱ同じ受験に。まあ、同じ受験は受験は。 頑張ってください<っ>次回放送日は1月1日土曜の8時からなんと人狼ゲームのやります。お正月楽しみにしててください。はいさよならさよなら大切なことは君との距離ではないどんなに離れていてもつながると信じることオンライン生理教室